キーパンチは日本の漫画家。東京工科大学大学院修士課程修了。本名は加藤和彦。筆名として加藤和彦、無田英二加藤和彦といった名義を用いたこともある。有限会社 M、P スタジオ代表、デジタル漫画協会会長、大手前大学人文化学部教授、大手前大学メディア、芸術学部教授、 社団法人日本漫画家協会理事、専門学校札幌漫画アニメ学院顧問などを歴任した。ルパン三世や一宿一般をはじめとして多数の青年漫画を手掛けた。漫画の制作にコンピュータを積極的に取り入れており、デジタル漫画協会を設立すると、その初代会長に就任した。ルパン三世のみならず、復讐屋や,やシンデレラボーイ、 武蔵岩道マイナスなどアニメ化された作品も数多い。アニメーション映画、ルパン三世デッドアールはライブでは自ら監督に挑戦した。また、大手前大学にて人文科学部やメディア、芸術学部にて教授を務め、更新の育成に当たった。その他、東京工科大学のメディア学部に、 客員教授として招かれるとともに、専門学校札幌漫画アニメ学院の顧問を務めた。また、日本漫画家協会では、理事や参与を務めた。北海道厚岸郡浜中村出身。実家は漁師。学生時代は、地元唯一の医師である、道下俊一の下で、レントゲンの助手などを行っており、漫画で患者を和ませていた。 北海道キリタップ高等学校を経て、東海大学専門学校電気化中退。手塚治虫の漫画の影響を受けて、漫画を描き始め、高校卒業後の1957年に、上京、1959年から加藤和彦のペンネームで、貸本専門の出版社で執筆をしながら、弟の加藤輝彦と、もう一人の友人と、同人活動を行っていた。 状況後、アメリカのパロディ雑誌、マットの影響を受け、アメコミ風に作風が変化する。それが、漫画ストーリーの清水文と編集長の目に留まり、1966年に、ムッタエイジのペンネームにて、プレイボーイ入門で、本格的なデビューを果たす。マニア、グループ名義で、マシューセンに、無王のエイジなどが参加しているように見せていたが、 実際はすべて加藤和人で執筆していた。2009年9月6日、国際漫画サミットフェスタにて、国際漫画サミット実行委員会委員長、水島晋司、漫画ジャパン代表理事、里中町子、環境大臣、斎藤哲夫、日本漫画家協会常務理事、千葉哲也と1966年、清水編集長の命令で、ペンネームをモンキーパンチに改名する。 清水が新人に適当につけた名前なので本人は気に入っておらず1年ほどで変えるつもりだったがこの名義で翌年に発表した作品が大ヒットしてしまったので変えられなくなった。なお清水がこの時期に新人に適当につけた外国人風の名前にはバロン、吉本やケンツキカゲなどがある。1967年5月バロン、吉本や剣ンツなど 漫画ストーリーの新人漫画家を中心として、刊行された、増刊漫画ストーリーアクション特集号の表紙絵に抜擢され、8月に、清水を編集長として新たに創刊された、青年向け週刊漫画雑誌、週刊漫画アクションの表紙絵も引き続いて担当。また、漫画アクション8月10日創刊号より、ルブラン原作表記で、ルパン三世の連載を始める。これが、 現在も継続してアニメ化されるほどの大ヒットとなり、出世作にして代表作となった。1980年代以降、サンディエゴコミックコンベンションにて、インクポット賞、ローマコミックフェスティバルロミックス金賞、AMD アワード功労賞を受賞し、国内外から注目されている。2003年4月、66歳にして、 きちんとした勉強をしないと、これ以上先に進めないと考え、東京工科大学大学院メディア学研究科メディア学専攻、修士課程に入学し、2005年3月に修了した。2005年4月より、大手前大学人文化学部メディア、芸術学科漫画、アニメーションコース教授。2010年5月より、東京工科大学メディア学部客員教授に就任。2015年、 東京アニメアワード2015アニメ功労賞を受賞。2016年、北海道新聞文化賞を受賞。2017年、専門学校札幌漫画アニメ学院顧問に就任。2019年4月11日、誤演性肺炎のため死去。81歳没。ペンネームのモンキーパンチは、雑誌の取材に対し、弟の加藤照彦と兄弟でそれぞれで漫画を、 書いているという意味で答えたことが、二人で、モンキーパンチとして、記事となったに生じた誤解であり、本人たちが、漫画アクション2018年1月4日号での、インタビューでこの風説を否定している。キャラクターストーリーメインの絵は、兄の作で、弟の照彦は、アシスタントの役割に徹していたという。かつては、同人作家としての活動も行っていたことがあり、同人し、 マニアの発行を手掛けていた一人でもあった。作風が西欧風なのは国外特にアメリカの雑誌の漫画も読んでいて影響を受けたからと言われる。神田の古書店でマトに出会い、特にモートドラッカーの画風が好きだったという。モンキーパンチというペンネームはその西欧風の作風と合わせてどこの国籍の人が描いているかわからなくするために 双葉社の漫画ストーリー清水風味と編集長から付けられた。当初、加藤本人はこのペンネームを不満に思い一年ほどの暫定的なペンネームのつもりでいた。ルパン三世等の作品の話のラストのコマに書かれているサインはカタカナではなくひらがなでモンキーパンチと書かれている。浜中町の壁キ医療を描いたプロジェクト X に 道下俊一医師の助手として出演歴あり、ここで紹介された診療所と同名の施設をルパン三世の健在、ルパン帝国にて登場させたこともある。富士テレビで放送された潮風の診療所三崎のドクター噴泉機の中では、モンキーパンチを世に送り出すきっかけを作った道下医師のこと及び本人の若き日々が描かれていた。 ルパンは弱者から盗まないとか、銭形高一警部に組織人の悲哀を感じるとか、いろいろ読み解いてもらっているようだけど、ポリシーというような大それたものは持っていないし、教訓的なことを織り込もうなんて思っていない。読んでいる間は他のことを忘れて、いかに楽しんでもらえるかだけ考えた。モンキーパンチモンキーパンチはあくまでルパン三世を圧巻の大泥棒として描き上げたが、 原作よりも人気の高いアニメや映画などでは心優しい大泥棒ルパンという設定で原作とは大きく性格が異なる部分がある。モンキーパンチもルパンの中に優しい面があることは公言していたが、あくまでもルパンは悪事を働く泥棒であり、ルパンは義族ではないといった胸の主張を続けていた。アニメではモンキーパンチ本人が初めて監督を務めた時敵を 後ろから刺すというシーンで、ディレクターに、ルパンは、そんなキャラではないと言われ、原作者であるにもかかわらず却下されてしまった。ルパンや次元、大介、石川小右衛門、銭形警部、ミネ・フジコのキャラクターは、アニメ及び映画の性格設定が、よく浸透している。アメリカ合衆国の映画会社 MGM 制作の、アニメ映画、トムとジェリーの掛け合いが好きで、 そのままルパン三世の世界として採用しており、ゼニ型警部はトム、ルパン三世はジェリーをモデルにしている。トムとジェリーが心の底から好きだったため、原作者であるウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラに会いに、渡米したこともある。この際、作者であるバーベラからルパン三世をモチーフにしたイラストを色紙に描いてもらっている。アップルのパソコンの初期からのユーザーとしても有名である。 アップル2で作画を試みたことがあるが、当時のコンピュータは描画能力があまりにも低く、漫画が描けるレベルでの作画は不可能だった。後にアップルのマッキントッシュとワコムの液晶ペンタブレットを利用して作画を行っていた。漫画のデジタル表現に関する研究を目的としたデジタル漫画協会の発起人となり、2012年まで会長を務めた。 また、無類のオーディオビジュアルマニアとしても知られ、世界初の家庭用 4K プロジェクターソニー、VPL-VW-1000ES や現代ハイエンドの一角を担うスピーカー JBLDD67000 などのウルトラハイエンドな機器をいち早く取り入れたマニア水園のホームシアターシステムを自宅に構築している。1996年から千葉県桜市染井のに今日構え、 桜市広報カレンダーの作画も担当していた。将来、自らキャラクターデザインを行い、CG を駆使した、ハイクオリティのアニメ映画を制作するのが、夢と語っていた。日本漫画塾講師も務めていた。2000年代以降、創作活動は、企業との協業などを除いてほとんど行わなくなったが、大学で教弁を取るなど、晩年まで、更新の育成や、 業界振興に先進した。インターネットアーカイブのキャッシュでは2004年8月15日以降。ありがとうございます。